というわけで、今回はチゴ初めてのルックブックやります。今回は GU の洋服を使ってルックブックしていきたいと思います。はい、それでは早速スタート。はい、ということで今回はチゴ初のルックブックをやっていきます。いやー、なんか笑っちゃいますよね。ほぼすっぽんぽんですもん。はい、ということで着替えていきますね。よいしょと、デニムカブリーズ、イエーイ。あ、そう、これね、レザーの刺繍、チョアからもらったの。はるかもね、チョアからもらった帽子らしい。あ、あったメガネと、オッケー。靴を履いて、おっせーな、お前。早くしろ。私の大好きな牛柄のトップスと、下がね、自由なんですよ。私、下半身気になるんですけど、これで細く見えるよ。やったね、イエーイ。はい、というわけで琴音です、イエーイイエーイ。というわけで、上は自由のこれメンズのニットです。めっちゃ可愛くない？で、下は自分のジーンズのやつです。で、ネックレスはこれチョアからもらったやつです。ありがとう。はい、というわけで、まあ、ストリート系なファッションです。続いてははるかだよ。服装はこんな感じです。ストリート系を意識しましたよ。そして帽子はチョアにもらったよ。バイバーイ。はい、次のコーデに着替えていきたいと思います。琴音を見ててください。3,2,1 パーン。で、みんなで話しながら着替えてたんだけど、画面のみんなの前で着替えるのって、あら、突然のセクシータイム入ってます。突然のセクシータイムでした。画面のみんなの前で着替えるのって恥ずかしいよねって話してたんだよね。だけど、なんか恥ずかしそうじゃないね。突然だけど、みんなに質問タイム。みんなは着替えるとき、上の服と下の服どっちを先に脱ぐの？みんなの心の声を今代弁するね。どっちでもいいやろ。真剣に今お着替えタイムをしております。さあ、誰が一番最初に着替えが完了するのでしょうか。みんな横を向いて鏡を確認してます。お、琴音が一番最初に完了しました。さあ、どっちでしょう。魔法かはるか、どっちが完了するのか。2人でいった。はい、2コーデ目はブラックコーデです。ちなみに上のカーディガンが GU になっております。この帽子のね、チーム名はホワイトソックスって言うんですけど、それは気にしないでください。はい、続いて2コーデ目。あら、取れちゃいました。ポケットに入れてただけで取れちゃいました。はい、というわけでシックな感じでまとめました。上はこれね、レディースのニットです。下はズボン、普通のズボンで、これ襟めっちゃ可愛くて超気に入りです。次、はるかのターンです。今日は学生服っぽい、女の子っぽい服を意識してみました。いて、これを置いて、で、琴音が回った時に、ええみたいな感じで言って、で、この汚れはわしがやっちゃったんだよね、気にしないでね。はい、バイバーイ。それでは参考ダメに着替えますよ。というわけで、脱ぎ脱ぎタイムです。まあ、私たちね、結構、はい、私たちね、まあ割とダンサーは早着替えとかよくするんで、なんかそんなにね、お着替えタイム人に見られても恥ずかしくないんですよね。だから結構堂々と着替えちゃってますね。あ、なんか発見。どうした、はるかのズボンを指さした。同じかぶった。なんか GU のさ、コーデで被ることある？あんな何種類ものコーデの中から、まあ、それぞれこのズボンをどう生かして
コーデするのか見どころですね。真帆ちゃんは何をやってるんですかね。あ、スカートを履こうとしてるのかな。お、琴音ちゃんはもうなんか完成に近づいてますね。ん？なんか顔なしいますね。顔なし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 。あー、どうした真帆。靴を脱いでから着るのを忘れちゃったね。もう真帆ちゃんったら何してるのかしら。はーい、3コーデ目は絵描き3コーデ嘘です。秋のお姉さんおデート服ルーンイエイイエイ前前後ろ後ろのイメージをしてみました。この可愛いレザーのあの茶色のスカートがすごい可愛くてお気に入りです。あとこの帽子も超可愛い、モフモフ。はい、というわけでシュキーン。参考デメの私はまあ結構ねストリート系のポップ寄りのストリートですね。でこれね上めっちゃ可愛くない、パラグラフ。これチョアからもらったやつなの、超お気に入り。で下はもうポップにポップで揃えて、靴は2人から誕生日プレゼントでもらった服靴です。なんか来ました。あ、私の方がズボン似合ってる、私の方が関係ない人来た。なに。あ、お母さんの取り合いっこしてますね。やだ、私が乗る。遊園地行きたいんだけど、あっちに行きたいんだけど、こっち行きたい。あーりゃ連れてかれて。次はるか、これはめっちゃ生地が伸びてるよっていうのをアピールしている足の動き。そして色は青っぽいチェックで、今日は身長を盛る、はい、上の服はチョアにもらったんだ。はい、というわけで全部でルック9撮り終わりました。いかがでしたか。そういかがでしたか。いかがでしたか。今回 GU で洋服をコーディネートしてみたんですけども、はい、おほちゃんはギャル風にできましたね。自分の好きを生かしてレザーとか小物とかを使って GU でコーディネートを組んでみました。ハルーチはかっこいい服とかわいい服両方着こなしていましたね。もう私もギャルなんで、レザーとどこがレザーやねん。子供の服を着るときと可愛い服を着るときの色のパターンで服を組んでみました。そして GU は安くてやばかったです、ね、マジでしてほぼ2000円台とかね。コトネッチは違うよ、トネさんは、あ、トネさんは今回はボーイッシュでやってますか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。カジュアルクールボーイッシュが多かったですね。はい、そうです。私は結構ボーイッシュ系の服を好んで着ているので、うん、あの緑のやつはメンズなんですよ。あ、そうなの。そう、メンズのやつも一緒に取り組んじゃって、うん、ファッションコーデやってみました。はい、立ちなさい、ズボン見せなさい。いや、マジびっくりだよ。かぶったちょっと嫌な予感はしてたんだよね、実は。こなし的にも、このチェックがあるだけで誰に見せることができるから、おしゃれなんです。どのルックが良かったか、みんなコメントで教えてね。お願いします。お願いします。ということで、この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あと SNS のフォローもお願いします。お願いします。ということで、以上チェゴでした。